ようブラザー先生ゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。今日タルタリアの説明なんですけど、一応完全版っていうか、いろんな説明もしたいんで、ちょっと早口になるんですけども、よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、高評価もしてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。で、まずステータスの説明なんですが、まず固有ステータスが水元素ダメージバフなんで、レベル90突破の時に 28.8% 上がるという形になります。素材は下記のものになりますんで、集めてみてください。で、武器、生物の説明は後ほどしたいと思います。で、命の星座、これをまずは簡単に説明したいんですが、まずは1突でクールタイムが短くなる、スキルクールタイムね。で、次は、弾流というものがあるんですが、それの状態を受けた敵が死ぬと、タリタリアの元素エネルギーが4回復する。で、次が、スキルのレベルが上がる。で、4突で弾流の効果がついたものが4秒ごとに発生するというものになります。まずはこちら、簡単に説明。で、次が、元素爆発のレベルが上がる。で、元素爆発を起こすと、スキルのクールタイムがリセットされる。これも後で説明します。で、テンプ。テンプは通常攻撃6段で、他の弓キャラよりも1個多いものになりますので、かなりユニークな個性的なキャラクターとなります。で、銃撃、狙い撃ちですね。狙い撃ちのフルチャージ状態で相手を攻撃すると弾流効果が付与されます。この弾流っていうのがかなり重要なんで、今から説明します。で、弾流が乗る攻撃はこちらのフルチャージ攻撃と、あとは双剣での会心攻撃で乗る。で、あとは弾流効果の敵が死んだ時に発生するウォーターブルームで弾流が周りの敵に付与するっていう形になります。この3つになります。はい。で、弾流効果とは何ぞやっていうことで、弾流がついてる敵に対してタルタリアが攻撃をすると、その弾流線とか弾流残みたいなもの、追加攻撃が発生する。で、これは通常攻撃なんで、一応通常攻撃バフが乗るって形なんですが、残に関してはスキルが乗るので、また気をつけてピックアップしてください、装備の方で。弾流線、これがフルチャージの狙い撃ちを敵に攻撃した時に、この弾流線というものが発生します。これは弾流が乗ってる状態の相手にのみ発生する。で、 0.7 秒で1回なんで、これはほぼほぼフルチャージ攻撃で発生するという形になります。で、そのもう一つですね、弾流がついた状態の敵を倒したら、近くの敵に弾流効果を付与するという弾流波という効果もあります。で、次はスキルの説明。スキルイコール双剣にチェンジするって形になりますね。で、こちら、スキル状態で通常攻撃をする、要するに双剣状態に変身してスキル攻撃すると、6段攻撃の水元素ダメージで、銃撃に関して言うと、前方に2回斬撃することができます。銃撃で2回斬撃。ただ、前方なんですけども、周りにね、双剣なんで、ちょっと後ろの方の敵とかにも当たるんで、結構範囲の広い銃撃攻撃になってます。前方だけじゃないです。で、この双剣状態で相手を攻撃すると、水元素ダメージの残が発生しますね。この残は元素スキルダメージと見なされるんで、バフは気をつけていただいて、1.5 秒に1回のみの効果になります。なので、普通の攻撃をちょんちょんちょんって連打で攻撃するのもいいんですけども、ちょうどね、銃撃の方にしっかり噛み合うんじゃないかな、 1.5 秒なんで。だから銃撃メインでの構成の仕方は結構僕は好きでやっております。参考までに。で、こちらのスキルなんですけども、発動した時に敵にダメージを与えるプラス秒数も限られております。30秒。この30秒なんですが、例えばスキルを戻した時に戻す時間を調整できるんで、そのクールタイムがね、いろいろ変わってきます。まずすぐ戻した場合、双剣モードからすぐ戻したら6秒間で、30秒ギリギリの状態で自分で戻せば36秒間。ただその36秒間で自分で戻さなかった場合は、クールタイムが長くなって45秒になりますよということが書いてあります。で、今の弾流効果の説明なんですが、弾流効果っていうのは持続時間が8秒伸びるっていうのがテンプであるんですが、基本的に弾流効果は10秒間、だから18秒間弾流が乗るって形になりますね。で、水経験、これは双剣状態の状態で、双剣状態で敵を攻撃して会心が乗ると弾流効果が付与されるっていう一応テンプ。
て、武芸マスター、これが非常に重要なんですが、チームに1人いてほしいというと、通常攻撃のテンプがプラス1される、要するにこれですね。なので、この伸びしろが多ければ多いキャラの方が喜ぶんで、まあ、体験キャラとかの一緒に入れると、もうかなり輝くんじゃないかなみたいなことになります。10% 近く上がるキャラクターもいますんで、まあ、チームに1台みたいな、1体、1人みたいなキャラクターだと思います。で次、命の、まあ、星座の説明、詳しくしていきます。でまずはこちら、クールタイム 20% 下がる。これが、さっき言った、まあ、荒波のクールタイムが短くなるっていうことになりますね。まあ、これで1凸。で、2凸、これが重要なんですが、暖流効果の影響を受けた敵が倒されると、元素エネルギーが4回。これって倒されるとなんで、例えば暖流効果をつけた状態で他のキャラで倒してもいいわけですね。要するにマルチで他の人が倒してくれても、引っ込めて他のキャラが倒してくれてもいいんで、かなりそういう使い方ができるキャラクターになってるんで、場に出続けなくてもいいキャラクターでもあります。で、こちらが双剣のレベルが上がる3凸。で、この4は、タルタリアが暖流効果にした相手がフィールドに存在するとき、要するにタルタリアが存在しているときじゃなくて、タルタリアに発動されたキャラがいる場合、その場合、荒波モードの場合は暖流残が発動、そうじゃないときは線が発動するという形になるんで、まあ、線の場合は自分が引っ込んでるときは線が発動する、自分が残で攻撃しまくってるときは4秒間に1回残が発動するみたいな印象ですね。なのでマルチの場合はもちろんソロでやるときも他のキャラに変えたときにこの線が発動するんで、まあ、タルタリアはチームにいるだけで攻撃力も上げてくれれば4秒間に1回援護攻撃もしてくれればみたいな、でタルタリアは下がってれば下がってたでエネルギーも勝手に回復してくれるみたいな、なのでかなりトリッキーなキャラなんですね、はい、で次が、5、これが元素爆発のレベルが上がる。でここなんですけども、元素爆発を起こした時にテンプ6になれば荒波のクールタイムがリセットされる。これは双剣状態のクールタイムがリセットされるってことになるんですが、これは遠隔モードに戻った後じゃないと発動しませんので、ご注意していただければということになります。要するに双剣状態の威力のむちゃくちゃ高い元素爆発は適用されないテンプになるんで、まあ、ここは元素爆発の使い方であったりとか、その自分が1人でマルチで出続けるんだみたいな人は6凸までしっかり上げた方がいいんですけども、そうじゃないキャラクターであれば、まあ、自分もキャラクター引っ込めたりするんで別にいいやっていうキャラであれば6凸までする意味があんまりないんで、僕はまあ4凸がかなりいいのかなとは思ってます。じゃあ、星座は以上で、次からですね、まあ、武器のおすすめだとか、なんでおすすめなのかとか、生物とかの説明したいんですけども、ダメな生物の説明とかもいろいろしていきたいと思います。はい、じゃあ、まあ、武器なんですが、僕は天空使ってるんですが、一つ一つ説明。まずは天空に関して言うと、まあ、なんで使ってるかっていうと、やっぱりこの会心率が非常に使わなければならないキャラクターなんですね。双剣状態で会心を与えて敵を戦うみたいなキャラクターなんで、基本的には双剣始まりのキャラクター、弓始まりじゃなくて双剣始まりのキャラクターだというような形になります。なので会心率はある程度やっぱ必要だと。なので相性がかなりいいものになります。でもう一つ、この追加攻撃が4秒ごとに発生するんですが、これって4凸の4秒間に1回っていうやつと重なるんですね。で4秒間に1回、例えばその暖流線、暖流残が発動するじゃないですか。それに対してもこれ乗るんです。なので暖流の効果が4秒に1回なんで、これと4秒に1回で合うんですね。自分が攻撃しなくてもこれが入るから、天空は結構4凸に相性いいんじゃないかなっていうことになります。あとは会心ダメージも伸びて美味しいかなというような形になりますね。
で次がアモスの弓なんですけども、アモスの弓はまあ普通に狙い撃ちもできるんでフルチャージで敵を敵に弾流を与えなきゃならないみたいなキャラクターでもあるんで、まあ普通に弓で戦うのであればアモスの弓なんか結構面白いんじゃないかなという形になります。で次が絶弦なんですが、元素スキルと元素爆発のダメージを上げるものになりますんで、まあ基本的には双剣状態でガツガツ戦って元素スキル、要するに弾流斬の状態を発動、これが影響するんで弾流斬をかけながら最後元素爆発で威力の高い方の元素爆発を打ってはい OK みたいな感じにして、まあ、敵に弾流を与えながら退場していくみたいなキャラクターに向いております。で次、まあ、ここら辺は使わないね。でこの急増さんなんです。急増さんなのか弓倉さんなのか音読み君読み分かんないこの武器なんですが、まあ精霊ランク高いんで他のと比べるのもあれかなと思うんですが、通常攻撃ダメージが 80% 上がります。ただ狙い撃ち射撃が下がります。なので、まあ、弓の状態で敵に付与し続けて威力出すんだってキャラの場合だったらこれは非常に弱いキャラ、弱い武器なんですが、まあ、通常攻撃ダメージが 80% なんで、例えば敵に弾流を付与させて他のキャラで戦う、そうすると他のキャラになってる時の弾流って1000が乗るんで、1000は通常攻撃なんで星4というか星座4ですね、星座4突の時に発生する、自分が退場しても発生する時にこれが乗るんで、まあ一番これが強くなるんじゃないですかね、その戦い方であれば。なので自分でガツガツ戦うのでなければいいのかなと思います。あとは双剣の攻撃でガツガツいく場合ですね、はい、連打打ちでチャ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 。で次が祭礼なんですけど、これなんかスキルが回復するんじゃないかなっていうことがね結構聞くんですけども、これは回復しません。なぜならスキルクールダウン状態になるとそれイコール弓状態なんですね。で弓状態で例えば弾流発生するじゃんみたいな言うかもしれないですけど、弾流1000なんで通常攻撃扱いです。なのでスキル扱いじゃなくなるんで、祭礼の効果はこのキャラであれば絶対に発動しないものとなって、なのでこれはなしで、もしねチャージ効率上げたいんだって話であれば絶対清風の方がいいです、はい、会心キャラなんで会心もそこそこ上げる予定ですよね。元素チャージで元素爆発を回しまくりたい、そういうキャラであれば、まあ、こっちもあり。で次弾球はこれなかなかいいんですが、自分が矢で攻撃する場合じゃないとこれが乗らないんで、要するに弾流線も乗らない、弾流斬も乗らないって感じになりますんで、まあ、戦い方としては自分が弓を使って戦うときに弾球が発生するっていう形になります。でシャープシューター、これ弱点に対しての攻撃なんでやっぱ弓をメインとして戦う場合しか使えません。例えば斬とか線が乗るんじゃねえのっていう話になるかもしれませんが、斬とか線は頭のあたりとかにねチャチャチャってなるんですけども、それは弱点に対して当たってなかった。以上です。で生物の説明なんですが、僕は個人的な理由でこれを使ってます。で構成の仕方としては、まあ、HP 攻撃力、まあ、水元素ダメージバフ、会心ダメージ、ここは会心率にしてもいいんですけどダメージにしてます、はい、で理由としてはね、弓キャラなんです。これは双剣状態になってもキャラは変わらないですよね。あくまで弓キャラ、弓を装備してる弓キャラなので弓キャラは変わらないので、弓キャラで初めて近距離攻撃なのに銃撃ダメージ 35% が乗るっていう稀なキャラクターに対してこれをつけるっていう形になるんです。でこれは銃撃なんで弓の狙い撃ちチャージフルチャージのやつも乗ります。なのでかなり優秀ということになってます。まあ、もちろん双剣状態になった銃撃にも付与されるんでこれはかなり強い。で今のところこれかなっていう感じにはなってます。じゃあ他には何があるのって話になったら、例えば
元素爆発でやるんだっていうキャラクターであればこちらでもいいです。ただ威力とか元素の回しを考えるのであれば基本的にはそこまで重要性は高くないんじゃないかなと。まあ例えば元素を貯めるまでの間にやっぱり攻撃しなきゃならないんで、その DPS を下げてこれにするのかっていう話になってきてしまいます。でもう一つちょっと気になるのがあると思うんですけども、まあこちらの武人セット、これは結構楽団と同じぐらいの火力が出たりします。通常攻撃と銃撃のダメージがまずそもそも 15% 上がります。なので相性は全部いいです。で元素スキル発動後 25% 上がり、これは要するに双剣に変身してから8秒間は強くなるっていう形になるんで、まあこれであればもう楽団と同じような火力、楽団銃撃と同じような火力が出るようになります。なぜなら銃撃撃つ時も1回通常攻撃とか挟んだりするんで、それにも乗るし、通常にパチパチスタミナがない時にパチパチ攻撃したりするのにも乗ると。なので DPS はかなり安定して出せるんじゃないかな。ただ継続時間8秒なんで、まあ、なった瞬間とか、まあ、双剣でずっと居続けないならみたいなところにはなりますね。はい。でもう一つバクトっていうものがあるんですが、まあ、バクトに関しては僕はあんまりね必要性を感じませんね。要するに双剣状態から戻した時に敵が死んだらっていう条件下になるんで、まずボス戦では使えないっていうのがある。ただまあ雑魚キャラ戦では使えるんでしょうけど、基本的に双剣状態になって付与してしまったり、例えば6突であればまあそういう戦い方がまあそもそもまずいらないっていうのがありますし、なので、まあ、バクトってやり方もあるんですけども、基本的に DPS が伸びるか伸びないかって言ったら伸びません。はい、っていう形になります。でもう一つ番外編としては、今現在気候がなってありますよね。で気候があるんでこの弓どうなのって話があります。まあ、僕はこの弓交換する気がないんであれなんですけども、まあ相性としてはまあまあ面白いんじゃないかなとは思いますね。通常攻撃と銃撃が命中した時に、まあ、敵を吸い寄せる攻撃が出てくるんで、まあいいんじゃないかなっていう形になりますね。まあ、追加ダメージが入るっていう形になりますよね。はい、なんでかなり面白いものにはなってくると思うんで、もしね全くちょっと今言ったおすすめの装備がないのであればこれを交換してもいいと思いますが、気候に関しては注意すべき点があって、気候装備ね、僕が個人的におすすめでこの黒剣なんですけども、これがねもう取れなくなってしまうんで1ヶ月間、しかもこれを重ね掛けしたいってなるとこれがどんどん手に入らない、重ね掛けできないって感じになるんで、一応これはやめときましょうって。はい、ということでタルタリアの説明以上になります。ぜひねこれ参考になったなとか、今後タルタリアちょっと引いてみたいなとか思っていただけたら、まあ、チャンネル登録と高評価の方していただければと思います。またライブなりキャラクターの考察動画であったりビルド動画、この後も出していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。では原神ライフ、またお楽しみいただければと思います。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー、ありがとうございました。